セトルとフォードニー・トーマス・ GW ・セトルはアメリカ海軍の将校である。1933年11月、長い飛行船の登場経験を持ち、飛行訓練士を務め、飛行船シェナンドーやロサンジェルスに登場した。1929年、1931年にリッチフィールドトロフィーに優勝し、1932年には気球の国際レース、 ゴードン・ベネット・カップレースで優勝した。1932年と1933年にハーモントロフィーを受賞した。ワシントンに生まれた。1918年に海軍アカデミーを卒業し、駆逐艦アセス・サンプソン、アセス・チュー、アセス・ウィップルに勤務した。その後、ハーバード大学のクラフト、ハイテンション研究所で働き、通信技術者となった。 レークハースと基地の飛行船シェナンドーの通信証拠となり、1924年に新造の飛行船ロサンジェルスが配備されると通信証拠も務めた。当時、供給されるヘリウムの量が一石の飛行分しかなかったので、両方の任務を兼ねることができた。シェナンドーが墜落した後、飛行船操縦士に志願し、1927年1月19日、パイロット免許を受けた。 飛行機の操縦も志願したが、モフェット提督によって許可されなかった。ほどなく小型気球で21時間で 769km を飛行し、気球の飛行距離の世界記録を樹立した。1927年8月25日、マストに係留されていた飛行船ロサンジェルスに乗船していた時に、突然の寒冷前線の通過で、 浮力が増したロサンジェルスはマストに繋がれたまま浮き上がり、風に煽られてほとんど垂直まで立ち上がった。セトルは浮力を調整し、飛行船を破損から救った。ロサンジェルスは、以後、事故に遭うことなく331回の飛行を行い、1932年まで運用された。セトルは、レイクハースト基地に配備された、いくつかの飛行船を操縦した。 1928年1月には大西洋で操縦士の訓練を行っている時に飛行船が浮力を失い溺れかかる経験をした。10月には二人のアメリカ海軍の軍人と大西洋を横断するグラーフ・チェッペリン・ゴーノに乗船しドイツの飛行船の信頼性に感銘を受けた。1929年の前半は飛行船アクロンとメコンの建造を監督し、1930年には ロサンジェルスによって、グライダーを運ぶ試験を行った。1931年には、アメリカ合衆国初の軟式飛行船、K1 の初飛行を行った。K1 は燃料にプロパンを用いたが、任務に対して、サイズが大きすぎると考えられ、後継機が作られる、ことはなかった。1932年、シカゴで開催された、日本史、センチュリー・オブ・プログレストレード賞の主催者が、 スイスの有名な気球乗りのオーギュスト・ピカールを招待し、高高度の飛行をさせようとした。ピカールは、双子の兄弟ジャン・ピカールを代わりに送ったが、ジャン・ピカールは、アメリカ合衆国のライセンスを持っていなかったので、セトルが代わりに飛行することとなった。日本史の名前をとって、進歩の世紀号センチュリー・オブ・プログレスと名付けられた、ダウ・ケミカルや、グッド・イヤーチェッペリニア、 ユニオンカーバイドなどの協力で作られた。ソルディアフィールドで数千人の観客の前で行われた、セトル一人の最初の飛行は失敗し、上昇を始めて、すぐ、ガス排出弁が開き、鉄道のヤードに落下した。二回目の飛行では、海兵隊のチェスター・ホードニーが参加し、11月20日、オハイオ州のアクロンのグッドイヤー・チェッペリンの工場を、数人だけが見守る中で離陸した。 清掃券に達し、無線で地上に連絡し、それが全国のラジオネットワークに流されたことによりこの飛行は全国的に有名になった。気球は清掃券を2時間飛行し、ニュージャージー州の夕暮れに湿地に着陸した。気球の高度計が調べられ18,665メートルの高さに達していたことが確かめられ、ファイによって気球の高度記録と認定された。 1933年をはじめに、ソビエトで USSR-1 が19000メートルの飛行が行わっていたが、ファイは認めておらず、1935年にピカールがエクスプローラー2号で記録を作るまで、セトルとフォードニーは公式の記録保持者であった。この飛行によって、セトルはハーモントロフィーとファイ、ヘンリデラ・ボールクス賞を受賞した。 1934年にセトルは海上勤務に移り、はじめ中国に拠点を置くパロスに勤務。戦後は中国、トルコに勤務した後、第8艦隊などで働いた。1980年にメリーランド州のベセスダで死去した。1927年に5月30日、ジョージ・スティーブンスと共に最初の気球レースに参加し、632km を 飛行したところで豪雨のために飛行を中止した。その後の気球レースへの参加と成績は以下のものがある。ありがとうございます。